じゃあ早速海につけたいと思います。今回はもうあずきちゃんトレーニングが始まると分かっているので目の前に行きました。そしてあずきちゃんトレーニングするよって準備ができたらこんな感じで顔を上げて準備いいよって教えてくれます。じゃあまずは皆さんに胸びれを振ってご挨拶です。こんにちは、あずきちゃん。体が大きい割にはめちゃくちゃ胸びれが小さいです。かわいいです。そしてつぶらな瞳、かわいらしいお顔が特徴です。そしてあずきちゃん、イルカパークの中で一番体が大きくて体長280センチ、体重が290キロあるんです。今からあずきちゃんに早く泳いでねっていうサインを出したいと思います。今トレーニング中で、お、いいね。エルカたちの時速30キロから40キロくらいです。なのでね、あずきちゃんもっともっと本気で泳げるはずです。だいぶ丁寧だね。じゃあ早速今からあずきちゃん皆さんの目の前に行ってみたいと思います。行けるかな。そしてあずきちゃん、もともとこの場所が苦手でした。でトレーニングを重ねるにつれこんな感じで嫌いな場所でも顔を上げて待つことができるんですけど、あずきちゃん、じゃあ皆さん、あずきちゃんの顔はっきり見えると思うので、ぜひ今日は顔と名前覚えて帰っていってください。あずきー、あずきー、嫌だ嫌だ、ちょっとあずきちゃん、あずきちゃん場所を変えたりするとまたこうやる気が出たりするんです。
ップの助走に行きました。最初多分こっちから出てくると思います。いけるかな、あずき。Gracias.